国家大将とは南北朝時代の県務政権南朝において一軍を率いて軍事的指揮を取った国家のこと。国家大将の典型的な事例として知られるのは県務元年に陳寿夫大将軍に任じられた北畠明家の事例である。その就任経緯は父親の北畠夫房が人能政党記の中に記しているが、明家は 武芸の道に通じていないことを理由に辞退をしたものの、後醍醐天皇より藩兵としての期待をかけられて、多賀城に派遣されたことになっている。その一方で、鎌倉幕府を崩壊に導いた、現行の乱で、稀内を転戦した森吉新郎の配下として、四条龍ただし、中野院貞平などの公家が一軍を率いた例が見られ、これが公家大将の先駆けと見られる。その後、 森吉新能の失脚とともに、四条上忠氏は粛清されたものの、中野院貞平はその後も活躍しており、また前日の北畠昭家や四条上忠氏の一族、さらに二条式、東院佐根千草忠明、堀川光次、二条た冬など、摂関家、聖火やクラスも含めて、価格を問わずに対象に認じられた例が知られる。また、 藤原定家以来の稼働を継承する身であった二条た冬が認じられているという点において、大将の任命と家業の内容との関連も問われていなかったことも知られている。また、北畑秋家や堀川光次のように国司との兼任で派遣された事例もあり、県務政権が重要国において民政のみならず、軍事をも掌握する意図を有した派遣であったと見られている。通常、 鎌倉時代、特に上級の乱以後は、公家は軍事に関わらなくなっていったと考えられている。だが、実際にはこの時代の公家は初代部、侍などの名目で、新編警護などを目的に、一定の武力を保有していた。さらに社会が不安定になった鎌倉時代後期には、公家においても、武芸を学ぶ人が多くなっていた。吉田健康は、連れ連れ草の中で奉仕、神田地名、 天上人が武を好む割様を批判している。また、公家とは直接関係ないものの、中岩尾演月も原民編の中で、百姓、出家断髪の者が武装することを批判しており、公家も含めた社会全般の現象であったことがわかる。したがって、公家大将が必ずしも名前だけの存在とは限らなかったのである。一方、県務政権難聴と争い。 武家政権である室町幕府を成立させた足利氏もその基盤を安定させることはできなかった。柴氏や細川氏などの足利一族が守護として派遣された国ですら、その国の国人を起伏させて守護の軍事指揮下に入れることは困難であり、国人などの在地の武士層は状況によって、区家側の動員にも、武家側の動員にも応じていった。例えば、広告三年。 光栄元年に南朝の昭和言、五筋県直が日立国に潜入した直後に足利方と戦うことができたのも、公家大将の同意に従う在地の武士があったのである。堀川光次は、北条時行による中仙台の乱鎮圧後に時行が拠点とした信濃国の国司に任じられた。ありがとうございます。